あの時は本当に辛かったです。不倫疑惑で厳しい批判を受け、7月8日に離婚を発表した元卓球選手の福原愛さん。7月6日には東京五輪卓球の混合ダブルス決勝でコメンテーターとしてフジテレビに出演。久しぶりに公の場に姿を見せたが、その数日後、福原さんは離婚後に初めてインタビュー取材を受けた。選ばれたのは中国メディア、広東新聞だった。中国、台湾の事情に明るいライターの西谷拓氏がレポートする。*8月5日夜にインタビュー動画が公開されると、翌日には日本でも報じられた。インタビューはすべて中国語で行われ、混合ダブルスでの金メダルに対する評価や中国チームの実力の高さ、幼少期の母親の指導の厳しさなど多岐にわたった。中でも核心となったのは、取材者が、この1年間は思い通りにならないこともあったと思いますが、中国はずっと福原愛さんを応援してきました。それはどんな意味がありましたか、などと問いかけた場面だろう。これについて福原愛さんは、涙ながらにこう語った。あの時は本当に辛かったです。でも、中国の方々はどんな時も、どんな私でも受け入れてくれた。大げさな言い方かもしれませんが、私が今日まで生きてこられたのは、中国の皆さんが応援してくれたおかげです。本当に感謝しています。皆さんが私にくれた愛情にどうお返しをしたらよいか、ずっと考えています。この言葉に対し、インタビュアーは、お返しなんていりません。福原愛さんが元気でいてくれれば、それで十分なんです、と言い、相思相愛、ぶりを見せつけるかのようだった。みんなが愛ちゃんを応援する、理由動画が中国の SNS、美白、ウェイボーにアップされると、中国ファンから歓喜のコメントが殺到。これまでに1万コメント、1万9000リツイート、68万8000いいねと、ものすごい反響を呼んでいる。コメントを見ていくと、中国社会に偏在する台湾への嫌悪感も背景にあるようだ。例えば以下の通りである。中国人が愛ちゃんを応援する理由は、単に好きというだけでなく、あの男の邪悪さに直感的に気づいているから。日本と台湾の男性中心社会の中で巧みに世論を誘導し、多くの事実が埋もれてしまった。表面的に立派でも、実は邪悪な男っているよね。ダブルクォーとあの男、とは、言うまでもなく福原さんの前夫である台湾の卓球選手、高校傑さんを指している。福原さんが中国で人気があるのは、卓球界で中国は圧倒的に強い存在であり、日本人である福原愛さんは中国に教えを請い、挑戦する立場だったからという見方もある。実際、中国人からもこういう書き込みがあった。みんなが愛ちゃんを応援するのは、愛ちゃんが中国の選手に勝ったことがないからでは。中国に勝ったら、愛ちゃんだって日の本を見こ、日本人への別称、だよ、だが、すぐに反論が書き込まれた。愛ちゃんが中国の選手に勝ったとしても、嫌いになることはないよ。四川大地震の時に涙を流してくれたのを、今でも覚えている。本当に思いやりのある人だ。伊藤美誠は違う、あいつは裏表のある人間だ。